旅に参るの。みんなの力。気力をなくしてやがる。さっさと助けに向かうぞ。もう今川は終わりだ。我らはこれより武田に着くぞ。今川を裏切った奴らを片付けねえと氏真の退路を確保できねえな。顔を言わするなよ。氏真さえ助けられりゃ十分だ。お父様は被害を最小に抑えて今川を救おうとしているのに。忍びだ。何こそこそと企んでやがる。殺人の一環の。まだ内容してる野郎が嫌だったか。ま、分かってりゃ大使の使用もあらわない。武将を討ち取ったりじゃの。天下に王道を敷くため、今川にはここで滅んでもらうよ。武田兵が迫ってきたの。これでよいぞ、終わりじゃの。指折りの大国だった今川が鬼どもの食い物にされちまうだな。せめて今川の小僧くれえ助けてやらねえと吉本の野郎も浮かばれねえってもんだぞ。急げ。敵将を討ち取ったりじゃんの。引きがれ。氏真様、お早く。敵は拙者が食い止めまする。山頂にいる雪村も出しちゃおうかね。開門。畳みかけてきやがった。真田の小僧は山道に引きずり込んどけ。頃合いじゃな。腰を上げよ。おお、武田からの合図じゃ。悪情通り我らは武田にお味方申す。てめえらが裏切ることなんざお見通しだってんだよ。うまく誘い込めたか。これでせがれどもが切れや。父上、ただいま到着しましたぞ。敵か、挟み撃ちにせよ。
が向いてきやがったぜ。こりゃ少し欲を出しても良さそうだな。勝利条件変更。殺人の一端の。天元の野郎に一泡吹かせてから帰るぞ。まずは山頂を奪ちまえ。そこら辺の敵は残らず片付けとけよ。これで後輩から攻められる恐れがなくなったわね。殺人の一端の。取っときゃ武田本陣の動きがよく見えるはずだぜ。ここで止まるわけにはいかんのじゃよ。進め、わしも出る。親方様自ら。なら親方様をお支えすべき一手は。信玄の野郎、自ら撃って出やがったってのか。まこっちにすりゃ好都合だ。裏回って本陣をついてやれ。開門。死なせねえで済んだか。さて、用は済んだ。さっさと引き上げるぞ。はい。あれ、姫様、どうかしました？乱世を言い訳にしない。これがお父様の戦い方なのね。